ベーグルベーグルは日本全国に約40店舗を展開するベーグル専門店チェーンである。株式会社ドリームコーポレーションが運営するベーグル専門店で1997年4月15日に東京都新宿区新宿御苑に第1号店を開店した。日本でのベーグル専門店としてはすでに1992年に開店したベーグル系。 等の先発企業があったが、ドリームコーポレーションでは2003年に店舗が32、達し、日本のベーグル専門店として、店舗数第一位になったとしている。ベーグルベーグルの店舗は、2010年現在までは、約70店ほど展開し、JR 東日本グループのアトレ、エキュート、東京メトロのエチカ、メトロピア等の、いわゆる駅中や、百貨店の、 いわゆるデパ地下、商社系のアウトレットモールなどへの出店が多かった。2016年4月現在では40店舗に減少しているが、実店舗よりも、病院売店、社員食堂、スポーツジム、大学生協、正常医師などへの卸売りのシェアを広げており、また個人経営その他のカフェ店内に販売コーナー等を設置する、ファミリー加盟店が十数店舗存在している。 2016年3月には、江坂店、同4月には、ウィング川崎店、9月には、渋谷光カエシンクス店が、新規オープンするなど、再び実店舗を増やす動きが見られる。また過去には、日本航空や全日空の機内食やラウンジでも、ベーグルベーグルのベーグルが供されたことがあり、2008年の、東野湖サミットで、 日本国政府専用機の機内食として採用されたこともある。2016年11月、アスラポートダイニングがベーグルベーグルを運営するドリームコーポレーションの株式を取得することを呼び、ドリームコーポレーションが実施する第三者割当増資の株式を引き受けすることにより、連結子会社化すると発表した。この件により、創業を20年目にして、 初のフランチャイズ事業に参入するため、2017年1月には、人望町店を閉店し、改修工事を経て、フランチャイズ加盟店向けトレーニングセンターとして2017年3月より、運営開始の予定。2018年7月、株式会社ドリームコーポレーションが、同じく、アスラポートダイニングの連結子会社である、株式会社、モミアンドトイエンターテイメント及び、 株式会社フードスタンドインターナショナルを九州合併し、株式会社アルテゴに称号変更した。イートイン可能なカフェ店、テイクアウト専門の物販店に分類される。エビス店。商業施設での出店傾向が高い中で、唯一の路面店である。東北関東東海関西、中国蒲田駅構内店。グランディオかまの駅構内にある。 関東東海関西中国ドリームコーポレーションに関するカテゴリー。ありがとうございます。